13年目の坂本勇は打率312、キャリアハイとなる40本塁打、94打点の成績。主将として5年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献した。森は打率329で星史上4人目、パ・リーグでは野村克也氏、元南海以来、54年ぶりの首位打者に輝いた。23本塁打、105打点で強力打線の一員としてチームをリーグ2連覇へ導いた。坂本勇は、今シーズンはチームもリーグ優勝、日本シリーズは大変悔しい思いをしましたが、リーグ優勝したことが嬉しい。来季は日本シリーズの悔しさを返せるよう頑張りたい。森は2連覇できたが日本一になれなかった。来年日本一を目指して個人としてもより一層チームに貢献できるようにしたいとコメント。